はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時半をちょいと回りました。3月の1日の水曜日でございまして、日が照ってきて暖かいですね。千代田区18度で、この部屋は21度ですね。いい感じでございます。まったりとしたいなという感じですけども、いきましょう。日刊現代でございまして、これは昨日の6時朝の6時ですね、出た記事で、プーチンの戦争をこじらせる独裁者トリオ、一体化の不気味…サミット延期の可能性もって、まあ余裕はこんな記事を作るなとすいません、日刊現代さん、最近 お声がかからないんですけど、はい、かけてくださいほんまに。ロシア、中国、ベラルーシ、米国のバイデン、大統領が忌み嫌う専制国家のトップが作文を巡らせている。無論ウクライナ情勢を睨んでのことだ。孤立するプーチン大統領を習近平国家主席が支援する動きに欧米が警戒を強める一方、習近平国家主席の招きでプーチン大統領の盟友ルカシェンコ大統領が28日から訪中。どんな企てなのか。ルカシェンコ、あのベラルーシのあのごっついやつ、プーチンとこう並ぶとこうでかいクマみたいなですね、特大のクマみたいな、あのルカシェンコ、ベラルーシの大統領ですね。あいつはね、今ね中国行ってるんですって何を話してるんでしょうね。中国による対ロ支援をめぐっては、中国企業が4月までに自爆型ドローン約100機を納入する可能性があると報じられた。これはですね、ブリンケンがいち早く察知をしました。アメリカのインテリジェンスがですね、それを察知したわけですね。それでブリンケンがですね、ミュンヘンで、ワン・イー・オーキ外相ですね。今は外相ちゃうの、もうちょっと偉い。もうあのね、中国ややこしい、外相よりももっと偉いやついるんですよ。外交担当の。それにこう昇格したんですよ、オーキはね。その王毅にですね、ブリンケンが会って、ですね、ミュンヘンで、ブリンケンが釘を刺したんですよ。お前らって、ロシアにドローン売ろうとしてるやろ、俺は知ってんねんぞと、そんなんしたら許さへんぞというふうに言うて、王毅がタジタジとなったというふうな記事がございます。部品と製造ノウハウも提供し、ロシアでの量産も計画。イラン製シャヘド136に似た形状で35から50キロの弾頭を搭載できるドローンを月100機程度作れるようになるという報道に先立ち、独ミュンヘンで王毅共産党政治局員と会談したブリンケン長官は、武器提供は深刻な結果になると警告。そう、さっき言うた話ですね。23日には米紙の取材に、いわゆる中国企業から武器ではない軍民両用の支援が若干あり、ほぼ確実に国家承認を得ている。だが殺傷力を伴う軍事支援ではないと発信。ないと発言。はい。中国がそれを真剣に検討しているという情報もここ2、3ヶ月に得られていると明らかにしたと。これはブリンケンさんの証言ですね。で、米国はウクライナ側の拠点の画像をロシアの傭兵に渡した中国の衛星会社などに制裁を科している。ね、あの中国のですね、衛星の情報がですね、ウクライナのワグネルに伝わっているというのをですね、アメリカが察知をしました。で、アメリカはその中国の衛星を操作している会社に対して制裁を加えたと。まあ、どんだけ効果があるのかは分かりませんけどね。ロシア軍は戦闘で戦車の4割超を破壊されたほか、イラン提供のドローンも失い、水面下で中国製を月100機ほど仕入れています。1日の弾薬使用量は2万発にも上ることから、中国からあの武器支援を当てにしている。経済制裁で欧州に輸出できなくなったロシアの石油や天然ガスを振り向けている中国は、国際価格の半値で買い叩いて、その見返りとしてプーチン氏が強く求めたのが軍事支援なのです。気球撃墜問題で米中対立が深まった影響は大きい。ベラルーシは中国の一帯一路に協力する友好国であり、
ルカシェンコ氏は訪中で対 NATO を理由に自国への武器供与を取り付ける算段、三カ国の一体化が加速します。筑波大名誉教授中村逸郎氏、ね、プーチン大統領が熱烈に要請する習近平国家主席の訪ロは G7 広島サミット5月19から21が目前に迫る4月下旬から5月上旬と見られている。習近平ね、ロシアに行くんですよ。でブリンケンちゃうわ、プーチンに頑張れお前って俺が何とかしゃるって言うんでしょうかね。習近平国家主席は停戦の仲介役に名乗りを上げるのか、あるいは G7 に挑戦状を叩きつけるのか、先は見通せない。不測の事態になればバイデン米大統領やショルツ独首相は国を離れられない。欧米首脳陣がはるばる東アジアまで飛び集うのはリスク以外の何者でもありません。サミット延期の可能性もあります。中村逸郎氏、岸田首相の運命やいかにと。まあこうサミットの直前にですね、揺さぶりをかけるために何かをやらかす、例えば小さな核でも使うとかってなったらもうサミット飛びますね、それぐらいのことはやりかねません。まあそれをやってね、そのプーチンにとっていいことがあるのかないのかって言ったら、どちらかというと反作用の方が大きいような気がしますけど、まあ目先のことを考えたらおもろいやんってやらかす可能性は否めませんね。で、ここで急浮上してるのはこのルカシェンコというベラルーシのおっさんですね。ベラルーシという国自体はね、割合小さな国なんですよ。人口が1000万に満ちません、900何万やったと思いますけど。で、プーチンは盛んにですねベラルーシの参戦を求めてるんですけど、ルカシェンコっていうのは首を縦に振らないわけですね。で、参加したところでベラルーシ軍っていうのはせいぜい10万人、ぐらいではないでしょうかね。まあそれでもプーチンにとってはですね、すごい援軍になるんですけども、ロシア軍のですね、こう負けっぷりを見たルカシェンコはですね、ちょっとこう引いてるという感じがします。ただ未だにプーチンの盟友ではあるんですよ。なんでどうでしょうね、今後ベラルーシが参戦するってことはないでしょうけども、参戦以外の方法でプーチンをいろいろ支援するんではないかなという気はしますね。どっちゃみちそのルカシェンコというおっさんがですね、大統領でいる限りベラルーシという国はプーチン側です。ただ分かりません、将来は。ルカシェンコのベラルーシ国内における政権基盤というのはそんなになんていうかこう確固たるもんではないんですね。で形の上だけ選挙があります、で、あるいは選挙あるいはですね国民の運動によってですねルカシェンコは降ろされて親欧米派の人がですねベラルーシの指導者になるということはありえなくはないんですね。まあ、もちろんルカシェンコ側あるいはプーチン側は全力でそれを阻止しようとします。もうそれこそ軍隊を送り込んででも阻止しようとするでしょうね。ただしそのウクライナ以前はそういうことをやりやすかったんですけど、今かいこの後でそういうことが起こったりするとですねやりにくいでしょうね。なんでベラルーシという国はですねオセロの駒のようにですね、白黒が変わる可能性があります。でも今のところはですねプーチンとルカシェンコと習近平は並んでですね悪の枢軸を形成しますね。でここに微妙な立ち位置なのが北朝鮮のですね金正恩君ですね。実は北朝鮮金正恩君って習近平とはね仲がいいように見て悪いんですよ。でお互い信用してないんですね。金正恩はですね中国人は嘘をつくって言うてるんですと言うたというふうに伝えられてますけど、お前らかって嘘いっぱいつきまくってるやん。多分もうお互いあれなんですよ、そう本当のこと言わない連中ですから、いまいち信頼関係は築かれていない。まだジョンウン君とプーチンの方がですね信頼関係は多少あると思います。で北朝鮮の武器弾薬は公然と今ロシアに入っています。まあどれだけ使えてるのかは知りませんけどね。で今後その
このプーチン、習近平、プラスですね、ルカシェンコとですね、キム・ジョンの関係がですね、やつらのですね、悪の枢軸でしてですね、どういうふうに働くのかはまあ分かりませんけども、まあ、小物は小物ですけどね、ルカシェンコもキム・ジョンもね、プーチン、習近平に比べたら、全然小物ですけどね、でも今後、何らかの役割を果たす可能性はありますね。このニューズウィークのですね1ページ目を貼っておきますんで、ご興味のある方は、ニューズウィークちゃうわ、日刊現代の1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。